よいしょ、お風呂入りました。静香ちゃんと一緒、時静香さん、その、まあ、50歳ですから、静香の50歳だったらこんな感じで寿司屋もできるしね。もうこれはまあ相変わらずでしょ。で、じゃあ藤子不二雄先生はいつうちのシナリオを書いたのか。実は火の鳥みんなの7人の前やん。つまり、手塚治虫先生も藤子不二雄先生の方が先、うちの物語を担当しはって。というね、そんな資金を突破してね、悲惨な資金やったみたい。けど、その悲惨さが作品に影響しちゃったってくるやん。それが、どんな話になるか知らないでしょ。僕と黒の物語って話やった。今回書いてはれんやん。ずっと書いてはれん。沖縄の二人の、沖縄の双子の姉妹なんです。いろいろの悲惨な話。で、それはけしからんって。で、なぜか沖縄が空襲されてる。いつもそうや。ルクと来るの。琉球にルク来る。なんでそんな人ばっちりや。今、当時、ご主人、藤先生苦しいんだよ。沖縄の素敵な可愛い双子の女性。もう成長していく。エロチックな文学的なコミックス。あ、じゃ小説や。小説家出身の藤子先生。藤本先生。アビコ先生、その奥さん。だけど、本当は恐ろしい物語って言ったのは、アビコ先生が男性やった時、あ、今回は男性やる。藤本先生がアビコ先生の奥さんやった時。って言われてるけど、あんまり思い出さない。それがもう、まあ、なんか、綾波レイに関するその言及みたいな話だったかな。そんな前の先生は改正しやった。それは今回改正しやった。今回、まあ、安野先生は物語担当はしてない。全然そんな人生ちゃうでしょ。ね、昔の方がなんか、やたらその、前衛的だったでしょ。週刊のロボットアニメとかね。世界の滅亡とか、大戦争とかね。その後とか。そんな話多かったけど、もう最近そうじゃないし、学園ドラマっぽいのばっかりでしょ。すごく安全な敵って実はうちにとって。それぐらいフリーメイソンが近くにって、うちの遺伝子にぴったりの話を書いてきてくれてんのかな。うちの遺伝子にぴったりじゃなくてなかなかうまくいかないんか、途中でゲームオーバーとかね。迷惑やろ、そんなんやめてって言うたの。ちゃんとうちの遺伝子把握してよと。ただね、うちの遺伝子はそのマイナーチェンジをされてる。生まれるたびにね、お父さんが違うから。お母さんは違う。常にうちやから。うちの母は常にうちやん。で、お父さんはちゃうから、マイナーチェンジされてるよね、遺伝子はね。卵子と遺伝子は別ですよ。うちの場合は全く別だ。だから、年老いた古い蛇イコールサタンじゃないけれど、年老いた古い蛇っていうのはまあ遺伝子のことだけど、それはマイナーチェンジされてない遺伝子のことだから、どちらかというと皆さんの方に、皆さんが使ってるうちの分身の肉体や細胞のことじゃなくてね、自我のこと、皆さん。自我遺伝子はあんまり変更ない。そういうのは、そういう意味ではその、年老いた古い蛇。なんで蛇なんて言われたかというと、DNA じゃないからね。RNA から、まあ、総称して蛇って言われちゃってね。で、ただサタンっていうのはね、その、誘弾、要するに柔道とかの誘弾者に対する言葉やってる、サタンって。どういうことかっていうと、誘弾者っていうのはその肩があるでしょ、定石みたいな、よしあげる。それを肩守らないとできないでしょ。その肩潰し、肩壊し、肩を壊すみたいな。それがサタンって言われてる。意外でしょ。で、初代サタンは藤子不二雄先生って言われてる。なんか今までの肩を壊しあったけど、まあ、とりわけそのエロスの話は、作ったことも、うちの代々にね、エロスの話作った。思い出したらなんかドキドキしますよ。だってそんな、悲惨な話じゃなかった。めっちゃ素敵な女神っぽい話だったけど、藤子先生、憎まれて。で、こんな話書くのは腹立つ、鬱陶しいとか、ね、嫉妬されあった。で、僕と子供の物語。悲惨な、その、猟奇的な、その残虐な監禁で、みたいな話。変えられてしまって。で、それを、返させられたのも藤子不二雄先生。いやいや書いた。書いてるうちは男の人だから、興奮もなさったでしょ。そういうのは恨んでもない。なんでそこを嫉妬なさったのかって、本当に美しすぎる透明な物語だったんです。で、それを嫉妬なさったのが阿部子先生。で、その償いでしばらくずっと藤本先生の奥さんだったけど、今回やっと元の先生の部だった。阿部子先生ね。で、かつてのご自分のオマージュみたいな作品ばかりだったんじゃないかな。それはうちに全然影響ない話やった。
ね、そういったもんなんです。担当じゃないから、もうそんな。遊団っていう人たちも担当だった。遊団って言われたところは小説家だったのね。じゃあ、結局その、藤子先生より前に、誰がやったかって、ちょっと、意外と覚えてないです。もう文学者たちです。日本を代表するオリキリキ。まあ、外国の方もいらっしゃる。じゃあ、そうそう。松本零士先生どこにあったかっていうのは、その、手塚先生と藤子先生の間。つまり、藤子先生、で、松本零士先生。そして、手塚先生。松本零士先生はかつて、その、小説時代にも、新潟鉄道水道は書いてあるんですね。だから、どっちにも登場した。で、まあ、基本、どっちもできないと、遊団と言えないとも言われたりしたり。かなり暴露話してるでしょ。で、あと、その、ちょっとした思い出す方、まあ、多分絶対思い出す方がいらっしゃるんですけど、だから、つまり、順番で言うたら、藤子先生の方が、手塚先生の先輩に当たるわけでしょ。実はそうやって、もともとはね、手塚先生が藤子先生、弟子じゃないけど、手塚先生ってもともと新聞記者だった。で、藤子先生を取材した人、しかもその、糾弾するわけ。要するにね、まあ、その時代は結局、その、最後の時は当たり前と同じように、主であるうちが、むき出しになって、有名になる。その種の物語、こんな悲惨な病気の卑猥なものを書いたかと怒りがあった新聞記者が。で、後に医者になったら何とかしなきゃなって頑張ったけど、でもそれは藤子先生がみんなに嫉妬されて、それだけその嫉妬を代表して藤本先生を苦しめたのが藤子先生ですから。もうそれは償えなかったんです、藤子先生ね。ずーっと昔ね。で、結局、まあ、今もその残骸があるかもしれないけど、まあ、ちょっと、おこごと言われて終わった。そんなもんです。で、ずっと前の話ですよね。で、ひどいパッってあるからね。それぞれね。うちもその巻き全国でひどいになってるし、例えばそのさっき言ったルククの第2番っていうのは大変だったからね。でも、もう忘れた。それよりも、その外伝って言われる懐かしいのが悲惨やったから。それも聞いてるよ。で、そういったうちを嫉妬する皆様の人生も細胞としてお付き合いしてる、お付き合いというか、皆さんがうちの細胞におるだけだから、うちの細胞のうちですからね、全部来ちゃうよ。あの、その、時間の素粒子のその、同じの順番順番。そこはうちで、病気ね、そんなもん。好みの問題でも一心だと思う。だから、次生まれるまでね、今死ぬ、まあ、この後死ぬ、いつか死ぬと今回ね。だから、次生まれるまでの間、その配列っていうのも、好みでね、決めるわけ。同時まで行こうかと、こっちこっち、まあ、そんなもん。なっていくし、そうなると DNA の配列に結構、ね、影響し合うものなんです。同じ遺伝情報を持った DNA とかね。わかりやすいでしょ。まあ、そういうような感じになってるんですけど、以前まではね、だから、藤塚先生、もともと藤子先生のお弟子さんだったのって言っちゃったんですよ。思いっきりそんな言い方しちゃった昔。ちゃうでしょ、今の話聞いたら違うでしょ。だけど、その当時はそういうふうに思っちゃう程度の教養だったの、一番。まりでね。ただ、あ、そういうの、そうやったなっておっしゃってくださったりとか、それとみんなの袋叩きやってたからね。手塚先生が藤子先生の弟子であるはずがない。まあ、今この時代の若い方にとっては、手塚先生と藤子先生の方が、もうすごい大きな存在でしょ。ドラえもんとか伸びたっていう感じでね。皆さん伸びたの企画があるでしょうか、そういうの。で、その藤子先生が、結局脇役の話も書かせてほしい。で、最初はその、オズオズと書き始めあったけど、やっぱりその、脇役の話、せっかく書いたのに、その脇役っていうか、うち以外の人たちの反感買って暗殺処分されたって話よ。で、のび太の子とかね。でも、その藤本先生もね、僕の子ともっとのび太だったんだよって。あ、それはそうやね。っていうか、うち以外全員のび太ってやるんだよな。受精できなかった精子なんだよっておっしゃってた。のび太の本質は。だから、あんな風に、なるんではないけれど、本当のこと知ってがっかりしたり、もう諦めて無理だって、僕の人生じゃないんだ、これって思った時伸びたみたいになるのかなって。それは仮説だけど、また実験とは言わないけど、仮説的な小説っぽい、どういうの、それなの、実験小説みたいなその仮説を書いた漫画なんだよ、としてドラえもんね、伸びたみたいな。それ、藤本先生の考え方がそういうの。で、まあ、結局それで、まあ、そうだそうだ、手塚先生もともと藤子先生の弟子だったじゃないかってうちに同調してくれたって方がね、もう最近の漫画の世界とか、そういう新聞の世界も登場してなくて、
で、現在も日本の、の黒人ブルースを演奏する日本のミュージシャンとして、活躍なさってます。メジャーデビューをバンドとしてなさったこと。もちろん、マンボ松本にとってはバンドメンバーに当たるギタリストの先生です。だから、まあ、これでいいかな。